Yahoo ニュースからです。ソニーグループは、今春、EV、電気自動車、事業を展開する新会社、ソニーモビリティ株式会社、を設立する。5日、日本時間、米国ラスベガスの展示会、CES 2022、に先立つプライベートイベントで発表した。個人的にはソニーとホンダが組んだら、面白い車ができそうですね。ソニーグループ株式会社、会長、兼、社長、CEO の吉田健一郎氏は、EV のプロトタイプ、ビジョン、S、の第2世代を披露。安全性、適応性、エンターテイメントという3つを示した同氏は、同社の EV が 5g のような通信ネットワークを経由して、車両を継続的に進化させることが可能。ソニーはモビリティを再定義する、と語った。そして新会社設立により、ソニーの EV の市場投入を本格的に検討する、とした。第2世代のプロトタイプ、ビジョン、S、2、は SUV タイプで、初代と共通する EV、クラウドプラットフォームを採用。360度を把握するリダーセンサーを採用し、TOF 方式の画像センサーで、ドライバー認証、乗客を見守る機能が用意される。また、ジェスチャーコマンドや音声コマンドに対応する。吉田氏のプレゼンテーションでは、改めて同社のスマートフォン、Xperia、PRO、i、なども紹介された。